選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。この時間はサウジアラビア対日本、こちらをご覧いただきます。日本国国歌お聴きいただきます。続いてサウジアラビア国歌です。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね、はい、やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる、うん、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよ ね、 ね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここ機能しないとそのスリーラインということは保てなくなりますから、はい、まあ、中盤が大事になるんですよね、うん、それでは今日のゲーム見てまいりましょう。サウジアラビア対日本、このゲームはまさに大一番、リーグ戦1位と2位の激突です。アスレートのクロス、決めた。ボールはクリア。南野から中村、これはファール。スパイクを見せてスライディングしたかのように見えましたが、注意に終わっています。このボールはカットされます。大きく縦へスルーパスを出す。裏のスペースを狙う。プレスからボールがこぼれる。キーパー前へ蹴り出します。このパスには追いつけませんでした。もうこれいいでしょ。抜けてくる。チェックを受けながらのドリブル。ルーズボールになる。どうする。シュート。ディフェンスの完全なプレーにしっかりつけ込むいいシュートでした。中村がここしばらくは戦列を離れていましたが、今日はスターティングメンバー入りを果たしています。ふわっと裏を狙う富安、ここはカットします。森田、南野へ、町田、
中村へ、裏を狙う、スマンシュート、日本先制。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。そうですね、オフサイドかなと思ったんですけどもね、今みたいなディフェンスラインでの駆け引きは非常に見応えありますよね。今シーズン初ゴール、日本先制ゴールが決まりました。1対0。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。縦へのボール、いいプレッシャー、シュート、いやー、ここで笛、前半が終わりました。前半から得点が動いています。日本先制して前半を折り返しています。まだ1点差ではありますけどしっかり守れてましたから内容としては良かったですよね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありですよね。サウジアラビア対日本、日本が1対0とリードして折り返します。後半スタートです。日本としては後半攻めに行くのか守りに入るのか非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところでしょう ね。低いクロス、直接行ってしまいました。右サイド上がっていく、裏を狙っていきます。ここは繋がりません。サウジアラビアは選手を変えるようです。今日もゴールランキング1位の記録を伸ばしてくるんでしょうか。南野から縦へのボール、鎌田、裏へのスルーパス、裏へ飛び出した、どうだ、シュート、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。サウジアラビアが最終ラインまでボールを下げる。日本は今日までの5試合ここまで無失点をキープしています。後ろが安定しているイメージです。長いボールを送ります。このボールに触ります。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。さあ繋がるか、この位置で受ける、低いボール、シュート、詰めてきた、ここはどうだ、いやー、追加点、日本、これで差は2ゴールになりました。いやー、よく反応しましたね。いやー、ポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないとここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。今日2点目のゴールです。さあ日本さらに1点を追加し2対0としています。日本としては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど、プレッシャー、島原、これはファールです。絶好の位置で受ける、上か、どっちだ、これは
ペナルティーエリア外という判定、絶好の位置からのフリーキックに変わります。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。さあ狙える距離です。ここで1点返せるか。まだある。プレスからボールがこぼれる。さあどうする。中村、北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね、積極的に裏へ飛び出す動きが彼のプレースタイルですから、そうやってチーム全体でマークの意識を持たないとまたさらに点を取られてしまいますからね。サウジアラビアが最後の交代枠を使います。さあサウジアラビア、2人の選手を入れ替えます。バヒーブリ、ここで前を向けるか。町田、ここはファールです。ちょっとパスが長すぎました。伊藤、ここで笛です。2対0、日本勝ちました。勝ち点3を獲得。頂上対決、1位2位対決、試合が終わって1位2位が入れ替わりました。北澤さん、試合の総括をお願いします。日本としては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。日本勝利して勝ち点3を手にしています。